ハン・ベニンクはオランダのジャズドラマーにしてパーカッショニスト。時折自身の録音において自分によるクラリネット、バイオリン、バンジョー、ピアノの演奏をフィーチャーしている。おそらく初期のヨーロピアンフリージャズとフリーインプロビゼーションにおける中心人物の一人として最もよく知られているが、ベニンクは本質的に全てのジャズの分野で仕事しており、批評家のクリス・ケルシーは 残念ながら、その能力と興味が、ジャズの全範囲に及んでいるケウナミュージシャンの一人であると説明している。ドタバタ喜劇や不条理ユーモアをパフォーマンスに取り入れることで知られるベニンクは、ピアニストのミシャ・メンゲルベルクやサックス奏者のペーター・ブロッツマンと特に実り多い長期的なパートナーシップを築いてきた。ハンは、サックス奏者のペーター・ベニンクの兄弟である。ベニンクは、 クラシックのパーカッショニストの息子としてザ・アンダムで生まれた。彼は10代の間にドラムとクラリネットを演奏した。受賞するハン・ベニンク1960年代を通じてデクスター・ゴードン、ウェイス・モンゴメリー、ソニー・ロリンズ、エリック・ドルフィーなど、オランダを訪れた多くのアメリカ人ミュージシャンたちのドラマーを務めた。その後、彼はヨーロッパの振興のフリー・インプロビゼーションシーンにおいて、 中心人物となっていった。1963年にピアニストのミシャ・メンゲルベルクとサックス奏者のピエトヌ・ード・アイクラ・トカルペットを結成して1966年のニューポート・ジャズ・フェスティバルに出演し、1967年にはメンゲルベルクとウィレム・ブロイカーと共にインスタント、コンポーサーズ・プールの共同創設者となり、オランダの前衛的なパフォーマンスを講演した。 1960年代後半から彼はサックス奏者のペーター・ブロッツマンとベルギーのピアニストのフレッド・バンホーフとのトリオで演奏した。1976年にバンホーフが脱退した後はデュオとなって活動した。1990年代のほとんどを通じてサックス奏者、クラリネット奏者のマイケル・ムーアとチェリストのエルン・ストレースグルトのトリオであるクルーソンさんで演奏を行った。 彼はしばしばメンエルベルクとのデュオで演奏し、他のミュージシャンとも一緒に彼と協力してきた。1980年代後半から2000年代初頭にかけて、ベニンクはオランダのポーストパンクバンドであるザエクスと緊密に協力し、1995年のアルバムインスタントに参加し、エチオピアへの最初のツアーで彼らと一緒に旅し、演奏した。 これら長年のグループで演奏するだけでなく、ベニンクは、ソロ演奏及び録音を行いは、彼のソロレコーディングの一つ、デレク・ベイリー、コニー・バウアー、ドン・チェリー、アレクサンダー・フォン・シュリー・ペン・マッハだけでなく、リー・コニッツのようなよりポピュラーなジャズミュージシャンを含む、多くのフリー・インプロビゼーションや、フリー・ジャズのミュージシャンと演奏した。1983年に彼は、ブギウギのピアニストで、 ボーカリストのリトルウィリ,ーリトルフィールドと彼のアルバム、I am in the mood でコラボレーションした。2006年4月、テキサス州オースティンでのハンベニンクベニンクのスタイルは、従来のジャズドラムから非常に型破りなフリーインプロビゼーションまで多岐にわたり、ステージ上のファウンドオブジェクト、自分の体、パフォーマンススペース全体をよく使用する。彼は、頻繁に鳥の鳴き声や、 その他の好きなものを何でも利用している。以下は、ハンベニンクによる録音の一部のリストである。ありがとうございます。